もしもし。はい。ナナさん。あ、誰ですか？はじめまして、増田と申します。増田さん。うん。はい。ナナさん、ニューハーフさんだよね。ええ。ニューハーフさんだよね。そんなもんです。そんなもん。今、サイト見てて、うん。はい。電話しちゃったんだけど。はい。ナナさんはどこ？場所は？川崎です。あ、川崎。はい。あ、朝、いつもお店から帰ってくるの？あ、朝じゃなく、夜ですね。夜？夜。あ、夜。深夜って言うんですか？お店がなんか、あれでしょ？手伝ってんでしょ？なんで知ってるんですか？え、何？なんで知ってるんですか？いや、サイトに出てたよ。え？お店、朝まで仕事してるって。そうなんですか。私ね、載せてないんですよ、実はね。じゃあ誰が載せたの？最近ね、なんか載せられちゃってて、うん、どこのサイト見ました？ ありがとうございます。うん、カナジャっていうところに載ってたから電話しちゃった。多分ね、お友達かなんかに載せられちゃってんだと思うんですけど、うん、お友達かなんかに載せられちゃってると思うんですよね、はい、あ、そうなんだ。もう毎日毎日、いや、迷惑サイトだね。サイト自体は迷惑じゃないんですけど、やってる人が迷惑者なんですよ。いたずらに乗せちゃってはね。いや、これ、また早いから。うん。だから、赤だったら、会いに行こうかなと思ってる。あー、そうなんですか。うん、また機会があれば。うん、そうだね。はーい、すいません。またね、はいよー。はーい。なんて載せられてんの？その何？仕事はどうのとか載せられてんの？いやなんだけど。もしもし。はい。もしもし。はい。と聞こえづらいかな。はい。聞こえてます？聞こえてまーす。何でしょうか？あー、ゲイサイトですか？そうです。はい。え、どこ住みなんですか？川崎です。あー、ちょっと遠いな。ただね、うん、自分乗せてないんすよ。え？そうなんすよ。あ、そうなの？ちょっとね、最近いたずらで乗せられたみたいです。あららら。ごめん。あ、本当にごめんね。しょっちゅうもう電話かかってきて大変じゃないですか。さっきもね、10分前ぐらいにかかってきたんすよ。昨日もね、乗ってたんですよ。ああ、そうなんですか。うん。で、かけたんだけど、ずーっと話しちゃったから、結構人気なんだなって思ってました。番号が載せられてるってことですか？そうそう。そりゃちょっと。ああ、それは困ったね。困りますよね。しばらくかかってくるんじゃないですか、じゃあ。一日ですよ、一日中。あ、そう。え、うん、君自身はゲイなんですか？あ、おかまっていうか、お姉ですね。あ、そうなの？うん、化粧とか。なんかガテン系のオラオラ系ですって書いてありますよ。ちょっと違う感じ？全然違いますね。それは困ったね。じゃあ何かのサイトに出したのを、うん、その出した相手が、うん、それに投稿してるんじゃない？そうですね。どちらかというとバンドマン系の挑発って感じ。あ、君は？あ、そう。売れないバンドマンみたいな。まあ、それは、ね、売れる売れないは。うん、そうですね。ありがとうございます。いやいやいや、大変ですけど、ちょっと見てみ、頑張ってね。はい、すいません。はい、失礼します。はい。ちょっともう、お休みモードの人がもうしつこい。さて、ゆうちゃん食べましょう。ゆうちゃん。ゆうじろうさん。あなたの香りは、とても甘酸っぱい匂いがいたします。ゆうじろうさん。どう？
これが油淋鶏。いただきまーす。なんとなくさ、お父さんに顔が似てきたのよね。ほら。いただきまーす。ナス。おナス。と、あと、ほうれん草とパプリカかな、これ。で、あとは、油淋鶏だね。うん、美味しい。うまい。あ、コンビニの弁当よりちょっと高いぐらいな。結局ね、これは薄味だから食べるスピードがね遅くなるのよね。そう。かけんのか。病人はもうかけちぃってんだからかけばいいやん。自分から言い出したことなんだな。いや、かけてきな。優しく言ったよ、皆さんね。まあそれとは別に代わりにかけてみようかな。いいんだけど別に。あ、言ってんね。今ちょっとお食事中なんだ。いや、ないけど。お食事って朝っぱらからって。あ？朝ごはん食べたんですか？牛カレー。牛カレーっていうのがあるんだ。カレー。何？あ、女はさ。そうやって目に。ななちゃん。何？愛してるわよ。本当にどんぐらい？どんぐらいってそういうのはね、多分どんぐらいだろうか。そうだな、足の指の間を舐めれるくらいって言ったらいい。気持ち悪いな。でも結構喋ってるなし、1回5回ぐらい喋ってない、この人と。こりこりさん。でもなんかだんだん好きになってきちゃったかもしんない。だんだんなんか親近感湧いてきちゃった。まあでもね、結構ね行くみたいだよ。吉野家とかで夜食べたりとかね、コンビニのご飯とか食べんだって。いや、お金持ちだからこそ、うん。うん。ちゅうか、自分で高校生の時スウォッチ買ったぐらいじゃない？で買ったの。指輪とかもらったもんとかだ。なんかシャキッとしないの。ね。多分最後に出会えるって感じ。あんなのなんか変な感じだよね、今の感じね。